い、はい、それではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけども、今回香川県の方でですね、はい、画面にちょっと出ておりますけれども、はい、まあ、人生100年時代の健康寿命の延伸に向けた健康づくりということで、はい、このようにですね、大きないろんな事業をですね、はい、0歳児から100歳までということで健康づくりのですね、重点項目等々をたくさん挙げられて、計画をされています。まあ、私も健康づくりの方 の, あの県の方の係をやってさせていただいてますが、健やか香川21ヘルスプランというのはこれも第3次で、この6年令和6年から開始、それとの関係性を持ってですね、香川県知事を筆頭にですね、健康長寿香川の実現ということで、このような健康づくりのですね、事業をやられようとしております。特にこの中で本当に一番最後の下にあるんですけども、これを全体をですね、どのようにやっぱりこう見ていくかとか、いろんなご指導いただいた意見あるいは分析、こういった施策について、健康づくりの施策についての政策推進アドバイザー事業というのを新しく作ったということで、これは中四国でももう初めての取り組みということで、今回東京大学のお二人の先生をお呼びして、これからアドバイザーとして県市長の健康づくり政策の評価分析、またアドバイスをしていただくということなんですけれども、今日はその先生方を交えて池田知事の方からは、まずですね、こういった健康づくりを計画しているわけですけれども、池田知事の方からまずこう県の状況であったりとか、こういうことを力を入れていきたいとか、そういったところを少しお話を最初にいただいたらと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、わかりました。私は人生100年時代のフロンティア県を目指そうということでいろんな政策を進めております。そして、人生100年時代って今もう到来したと言ってもいいと思うんですけれども、これは人生を二度楽しめる時代が、やってきたということだと思ってます。だけど、二度楽しむためにはですね、何はともあれも健康でいないといけない、いわゆる健康寿命を延ばさないといけない、これはもう本当に大前提、だというふうに思います。でさて、その香川県の現状なんですけれども、その健康寿命というのは、男性72歳余り、女性75歳余りということで、平均寿命とは10歳も乖離がある、このままではですね、二度楽しめない、 1.5 倍ぐらいしか楽しめないということになりますので、これをですね、ぜひ伸ばしていきたいということであります。でそしてやはり健康のためにはいろんなことが必要だと、それこそ、今日また、ご指摘いただければと思いますけど、生活習慣、食べ物と運動、こういったものをですね、改善したいと。で、他のこう今までこう、見ててもですね、長野県とか、いくつかの県はですね、この非常にこう寿命も短かったのに、いろいろこうみんなで食習慣のこととか運動して伸びた県もあるんですね。だから、なかなかこう人の気持ちだとか、ライフスタイルなので、食習慣とかそういったものってなんか変えにくいんだろうなという気もするんですけど、そういうのを見てるとですね、やればできるということでね、やっぱりこれはぜひ、この、香川型食習慣、改善というのをですね、ができて、でそれがまた全国に、発信できるぐらいの、そういったものをね、やっていきたいなということを、考えて、おります。ちょっとそんなところで、食習慣というお話出て、池田知事自体が健康器具等々も香川県の方は取り入れて、これからいろいろやろうとされているようで、野菜の摂取、それを知事先ほども
やってましたけど、はい、どうでしたか。いや、私は、まあ、結果見て、いや本当かなと思って、本当ですそんなに野菜食べる方でもないんですけど、まあ、それでも、まあ、少しは食べようかなという気持ちは、まあ、あるはあるんです。だから、まあ、その辺がいい成績になったのか、ここ1ヶ月食べたのか分かりませんけど、はい、あとなんか運動の方もよく朝やられてると、はい、ほとんど運動はあんまり、ね、できないのもあるんで、普通にしてるとですね、だから毎朝、30分ぐらいなんですけど、まあジョギングと言えるようなスピードではないんですけど、小走りって言ったら笑われましたけど、早歩きよりちょっと早いぐらいの、そのぐらいのスロージョギングをやったり、あと終わって10分ストレッチしたり、まあ、まあ、それだけなんですけど、いやいや、まあ、知事自体がトップから、まさにトップからそういった実践をされていると、また今加賀の現状をいろいろ考えて、まあ、加賀県からいろいろ健康づくりも発信したいと、今先ほどの出ました健康寿命の延伸ということで、はい、いろんな事業をもう本当に計画されているというお話でしたので、はい、今の、まあ、香川県の状況について、まあ、高木先生は坂出市で香川県出身ですし、はいはいはい、で鎌田先生も、まあ、中四国の島根でそういう事業をされたりとかですね、いろんなご経験をされているお二人ですので、はい、ちょっと、まあ、お二人からもなんか香川でアドバイスするにあたって、はい、こんなことをしてみたいとか、あるいはこういうのをやっぱり香川ならで発信してはどうかという、こんななんかご意見ありましたらお願いしたいと思いますが、はい、お願いします。私からよろしいですか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。ですね、香川県のその課題として、食べ物と運動っていうのを挙げられてると思うんですけれども、はいはい、なんか、やっぱり、そういうことをしっかりできてない方が、そういう行動をきちんと取るようにできるためにはどういう対策をしていくのかっていうのを考えないといけないと思うんですが、そのためには、そういう行動を取ってない方がなぜ取っていないのかっていうことを、まあ、ちょっとしっかり把握していき、で、その方たち の, その行動の障壁になっているようなものをですね、そこにアプローチしていくようなやり方っていうのが、やっぱりこうアドバイザーとしてはこれから関わっていきたい部分かなというふうに考えております。というのもですね、知事先ほど、まあ、野菜はその食べようと思われているとか、毎朝運動されているっていうふうなことを聞いて、大変素晴らしいなと思ったんですけれども、私もそういうのやらないとなって思ってるんですが、私自身は全然実はそういうのできてないんです。野菜を摂取気をつけられてませんし、運動も今全然できてないんですね。でその理由が、忙しいからなんですね。私公衆衛生の研究者ですから、その健康への関心もありますし、こういう運動がどういうふうに健康と関連するかっていうことは非常によく知ってるんですけれども、やっぱ知ってるだけではできなくてですね、でおそらく関心はあるんだけれどもなかなか行動できないというふうな方が、なんかアンケートデータ等でも上がっていたかと思うんですけれども、やっぱりそういう方 の, その行動の障壁になっているものが何かっていう、そこをやっぱりこう把握して何がその県民のニーズになっているのかっていうことをやっぱり、その把握していく、そういうところが重要になってくるのかなというふうに、思いました。 ありがとうございます。まずはそのあたりから、はいはい、じゃあ鎌田先生。はい、ありがとうございます。私自身は仕事の中で取り組んでいること、それから第一のこうミッションとしてこれをやっていきたいと考えていることが運動不足を世界からなくすということでして、まあ、今回もやはり今後もですね、香川県の皆さんが、県民の皆さんお一人お一人が、少しでもこうアクティブに過ごせるような街づくりのお手伝いができたらいいなと考えております。で、運動といってもですね、本当にちょっとしたことでも意義があると、健康にとって意味があるということは分かっていますので、そうしたハードルを上げずにですね、
ちょっとしたことでもいいから取り組むということを、まあ、いかにこう県民の皆さん一人一人にこう広がっていくようにじわじわとどれだけ広げていくことができるか、まあ、これが大事なことになってきますので、まあ、皆さんでこうできることから一つずつこう取り組んでいくというところの、まあ、何らかお手伝いをですね、県それから市町の皆さんと一緒に取り組んでいく伴走のような形で一緒に取り組ませていただけると嬉しいなというふうに思っています。